吉田直は日本のチアリーダー。2015年から2017年シーズンまで NFL ミネソタバイキングスのチアリーダーを務めた。奈良県高取町出身。智弁学園中学校、高等学校、関西大学小学部卒業。身長168センチメートル。高校1年の時にチアリーディングを始め、2年間活動。大学入学時、 たまたま見たアメフト部の試合で応援していたチアリーダーに憧れ、同大学の応援団、バトンチアリーダー部、ヘリオスに所属。4年時には部長も務めた。大学卒業後は、X リーグ、パナソニックインパルスのチアリーダーを務めた後、和歌山県に発足した男子バスケットボールクラブ、和歌山トライアンズのチアリーダー1期生として活動。 この時トライアンズチアリーダーズのディレクターを務めたダンミ・ヨシ子の勧めで2015年 NFL ミネソタバイキングスのチアリーダーオーディションに参加150名の応募者の中から同年度メンバーに選出以後2016年2017年と3連連続でバイキングスのチアリーダーを務めた ABO 宮健治チアは夢の架け橋 ベープロフットと阪神のファンは同じです。サンケイウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ一六零三零七スラッシュ w s t 零七零零零六ダッシュ n 3 h t m l 二零一八年7月22日日閲覧 ?abnow7is と今日は 新シーズンのオーディションの日、昨シーズンをもって、ミネソタバイキングスチアリーダーを引退することとなりました。吉田尚。インスタグラム2018年7月22日閲覧。ABO 宮健二。チアは夢の架け橋、大学でやっと夢の甲子園に。 サンケウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ160309スラッシュ wst1603090009-n1.html2018 年7月22日日閲覧 ?ab 寛大には人がいる。インタビュー吉田直さん、関西大学。 2018年7月22日閲覧。ABCD NFL チアに挑戦トライアンズ吉田さん。歌山新報。 http://www.wakayamasimpo.co.jp:/2015/03/2015/030647814HTML2018 h 2015 2015 2018 HTML 2018年7月22日、閲覧。大宮健二チアは、夢の架け橋、大学でやっと夢の甲子園に。 サンケイウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ一六零三零九スラッシュ w s t 1 6 0 3 0 9零零0 9ラッシュ n2 と h t m l 二零一八年七月二十二日月ラン ?NFL のチアリーダーとして活躍されているヘリオス八十九代の吉田直先輩が 産経新聞に掲載されました。関西大学応援団、バトンチアリーダー部。ツイッター、2018年7月22日閲覧。インパルスチアリーダーズ2013指導。パナソニックインパルスチアレポート。パナソニックエコソリューションズ社。2018年7月22日閲覧。大宮健二。チアは、夢の架け橋、権利はある、直感で決めた、米国行き。 サンケウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ160310スラッシュ wst16031008-n2 と html2018 年7月22日閲ラン ?NFL チアにもと、トライアンズ吉田さん、若山新報 http://www.wakayamasimpo.co.jp:/2015/05/2015/05/0749524HTML2018 <ッ><ッ> h 年7月22日、閲覧。ミネソタに来て、今シーズンハイのバイキングスのチアリーダーナオさんに、会いました。 小池恵美。ツイッター。2018年7月22日閲覧。2年連続 NFL チア元。トライアンズ川田さん。若山新報。 http://www.wakayamasimpo.co.jp:/2017/06/20170602716HTML2018 h 年7月22日閲覧ありがとうございます。